ということで、この EXS をね、今からご紹介させていただきますけども、基本的にはコンセプトはですね、この A ドラム、先ほど紹介した A ドラムのコンセプトをうまく踏襲しながらですね、できるだけその、まあ、初心者向けであったり、ドラムを、まあ、初めてやられる方、練習したいと思っている方向けのですね、少しコンパクトなドラムとして誕生させました。先ほどのアコースティックなシェル、まあ、この見た目とですね、いわゆる演奏感、まあ、それをですね、少しこうシュリンクした形で、13インチのメッシュヘッド、10インチのメッシュヘッドなんかをですね、うまく使いながらですね、製品に仕立てました。このコンセプトですね、先ほど A ドラムでもご紹介いたしましたけども、3つのセンサーであったり、それからオプティカルセンサーのハイハット、それから360度の全方向のシンバル、これはですね同じように実は使っております。そして、サウンドモジュールは、これはもう新設計になりますけれども、XD3 というですね、新しい製品、ちょっと見た目がですね AD5 っぽいんですけれども、若干違うというところでですね、じゃあここからですねこの XD3 の、ね、内容をちょっと中心にご紹介していきたいと思います。もともとのコンセプトがこう For Practice って書いてますけども、いわゆる練習をですね割と重点に置いた機能をつけております。例えば叩くとですね、叩いた強弱がですねこういうグラフになって出てきます。PP から FF と書いてますけども、ピアニッシモからフォルテッシモまでですね、どういう強弱で自分が叩いてるかっていうのがですね分かるようになっております。そして、この中にですねキットが、こっちでしたね、はい、すいません、キットが、ドラムキットが5キット入っています。この5キットのプリセットに対してですね、先ほどの ATV サウンドストア、こちらに登録いただいて EXS というですねボタンをポンと押していただくと4つキットが出てきますので、そこからまあダウンロードして追加することができる、全部で9個のですねキットをまあ中に持つことができます。それではちょっとこのキットの中からいくつか、じゃあ中井さんにプレイしていただきましょう。何にしましょうかね。スーパーメタル、スーパーメタルですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、もう名の通りスーパーメタルという感じですけども、はい、じゃあもう一つぐらいいきましょうか。はい、スイング。サウンドを聞いていただいても分かる通りですね、AD5 の音にかなり近いですね。これも、同じようにサンプリングをした音源ですけれども、まあ、そういった基本的なところはですね、まあ、踏襲しているというところです。じゃあこの練習に特化したというところでですね、AD5 にはない機能っていうのもですね実は付加しております。一つがですねメトロノーム、メトロノーム AD5 にはついてなくてですね、もともとドラムをドラムとして楽しもうというコンセプトでありました AD5 に対して、こちらは練習しようというですねファンクションがつきましたので、テンポであったりとか、いろんなこう表紙とかですね変えることができて、でさらにですねクラッシュを叩くと、1小節2小節だけこうメトロノームが出て、なんとなくその、自分がリズムキープしてるときにこれ大丈夫かなっていうときにこう聞けるっていう練習がねできたりします。そういうことは今できるでしょうか。こういう感じですね。はい、なのでビートを叩きながらクラッシュを叩くとそこだけテンポが出ますね。ということで、まあ、そういう機能もついていたり、そうですね、でタップテンポが使えたりとかですね、
まあ、さっきのこれですね、クラッシュを叩くとメトロノームがオンになる。それからこれがですね非常に面白いんですけれども、ちょっとこの画面が映せないのが残念ですけども、メトロノームをそのまま再押していただくとメトロノームがちっちきになるんですけれども、はいはい、このメトロノームに合わせて四つ打ちとか八つ打ちのですね練習をしますね。そうするとこのバーがですね現れるという、これ実はこのテンポにずれるとバーがどんどんずれていくので線が太くなるんですね。でそういうこう自分がこのテンポに対してジャストに叩いてるかっていうのはですね、すごく分かりやあの前に行ってるか後ろに行ってるかっていうのですね、分かりやすく表示するというですねモードがあったりします。はい、そしてサンプルソングをですね、これも AD5 にはないですけれども、SD カードで供給するようになっております。これが非常にいいんですね。あのこう手前味噌ですけども、いいミュージシャンに作っていただきましたので、かなり高品位なサンプルソングで、難しいかもしれませんがちょっと叩いていただけますか。はい、ここにお金をかけすぎたんじゃないかというぐらいですね、お金をかけたサンプルソングでございます。はい、でこのサンプル曲にですねマーカーを設定して、繰り返し練習したりとかそういうことも可能になっています。そして、レコーディングっていうボタンがまたありましてですね、こちらはご自身で演奏された演奏をですねレコーディングして聞き直したりすることができます。はい、というところで、EXS のご紹介でございました。